一発目動かしていきたいと思います。かわいいなこの音な。DJI Air 2届きました。購入してわずか1日です。では開けていきたいと思います。DJI Air 2S になります。かわいいな、この音な。マビックエアのならではの音が鳴っております。こちらが DJI Air 2S になります。で、こっちがマビックエア2です。こちらの2機種、大きく変わったところが、いくつかあるんですけど、まず外見面から大きく変わったところが情報センサーが追加されたことになります。今までマビックエア2に関しては前方、後方、そして下方のセンサーだけだったのですが、こちら DJI Air 2S に関しては前方、後方、下方、そして上方にセンサーが1箇所増えています。こちらで障害物感知をすることができますので、下がりながらの飛行の時にドローンが障害物を検知することができます。でさ、俺からしたらさ、もうすでにさ、マビックエア2って持ってるわけじゃん。持ってるね。なんだったら昔のもう一個白いのもあるよ。それはいらないと思うけど、マビックエア2があって、はい、だってほら、この間の動画でさ、言ってたじゃん。あの今年っていうか去年買ってよかったナンバー2ですってさ、はい、なんですぐ浮気しちゃうんですかね、その DJI エア 2S に。そうですね。やはりちょっと、パッとイメージした感じ、大差、性能差じゃないかと思うんですが、今回、最も大きく変わったなって思うのがこちらの1インチセンサーが搭載されたことです。マビックエア2は、センサーが2分の1センサーを搭載してまして、こちらの半分の大きさのサイズしかありません。やっぱ夕日の時だった時ちょっとザラザラしとかっていう感じか。そうね、やっぱりちょっと暗くなってくるとどうしても感度が低いために映像にノイズが入りやすかったりとか、どうしても、明るさを調整するために ISO 感度大きく上げてしまってノイズが入ってしまうっていうことが多々あったので、やはりちょっと薄暗くなってきた時っていうのは最も写真が綺麗に撮りたくなる時間帯ですので、今回機種を新しく買ってみました。で、さらに言うとこちらとマビックエア2と DJI エア 2S に関してはバッテリーの共有もできるので、マビックエア2を持っている方っていうのはバッテリーを複数揃えるっていう金額面でもこちらの方がコストを安く抑えられるから、今回同じような機体を2個購入しました。こちらの DJI Air 2S は約 10bit MD ログの撮影が可能となっています。こちらの 10bit どのぐらい性能がすごいのかっていうと、前回の Mavic Air 2はですね 8bit の撮影が可能となっています。 8bit と 10bit 何が違うのかと言いますと、 8bit は約1677万色、 10bit は約10億7374万色の色の撮影が可能となっています。こちらの色の撮影、さて分かりやすい撮影で言いますと1677万色の色鉛筆を使って色を再現するのに対して、 10bit の方は約10億7374万色の色鉛筆を使って色の表現をすることができます。こちらは明るいところから暗いところまで色鮮やかな動画を撮影することができるということを証明しています。DJI Air 2S に関しては通信方法の方も改善されており、オクシンク 3.0 を搭載しています。Mavic Air 2はオクシンク 2.0 だったんですけど、こちらの方
連装距離が約日本国内で8キロ飛行させることができます。Mavic Air 2は約6キロだったんですけど、2キロの性能向上があります。 DJI Air 2S に関して大きく変わった機能っていうのが、 DJI Fly で全自動自動操縦の撮影が可能となったということになります。こちら Mavic Air 2に関しては自動操縦を公式アプリですることができなかったのですが、公式アプリで自動操縦をすることができます。 DJI Air S2 を実際に比較飛行したいところなんですけど、今日はちょっと夜間なので今から暗いところを撮影して、実際どれだけ高感度で映像が撮影できるのかをちょっと検証して動画を上げていきたいと思います。それではこちらが Mavic Air 2撮影した動画になります。 4K24 フレーム25秒分の1 ISO 感度3200で撮影しています。隣の白いビルも暗く映っているのが見て受け取れると思います。こちらの動画は DJI Air 2S 4K24 フレーム25秒分の1 ISO 感度3200になります。先ほどよりも明るく撮影ができており、隣のビルも白くしっかり映っていることが見て受けて取れると思います。DJI Air S2 は電子ズームを撮影することができ、こちらが2倍のズーム、そしてこちらが4倍のズームになります。どちらのズームモードでもしっかりとくっきりと建物が映っている映像が見て取れると思います。こちらは2機のドローンの映像を比較したものになります。これだけの性能差が出るとセンサーの違いというのはとても大きなものに感じられますね。最後に静止画の比較になります。 Mavic Air 2は 48MP、 DJI Air 2S は 20MP になります。画素数では Mavic Air 2の方が大きいのですが、 DJI Air S2 のセンサーサイズの性能の差によりビルがしっかりくっきりと映っていることが見て取れると思います。いかがだったでしょうか。さすがですね、1インチセンサーを搭載しているだけあります。1年前に発売された Mavic Air 2よりもやはり DJI Air 2S の方は性能がしっかりと向上していることが見て取れたと思います。外が明るくなったら早速この子を飛ばしに行きたいと思います。よろしければチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。ゆうたろうでした。